皆さんこんにちは、エスペランサの伊藤です。今回のエスペランサ TV は、第534回目のエスペランサ TV です。先週末はホーム最終戦、たくさんの応援ありがとうございました。残念ながら敗戦となりましたけど、1年間ホーム開催たくさんの応援、本当にありがとうございました。まだ1試合、最終節アウェーで残ってますので、引き続き最後まで応援をお願いします。ハイライトを作ってますのでご覧ください。どうぞ。エスペランサ FC スクール生、まだまだ募集しております。のしりと大船2か所で、やっております。のしりは月曜日から金曜日まで、大船は、水曜日と木曜日、それぞれ、のしりは月曜日、大船は、木曜日はスペシャルクラスとなっていますので、そちらもぜひ、体験してください。スペイン語レッスン5の今回はこちらです。今回も動物シリーズ、いきたいと思います。2ついきます。1つ目、アルディージャ。2つ目、コネホ。1つ目、アルディージャっていうのは、これみんなサッカーしてる人は聞いたことあると思うんですけど、アルディージャっていうのはリスっていう意味です。のっしりにも、リスいっぱいいますね。ぜひ使ってください。で2つ目は2つ目のコネホっていうのはウサギです。こちらも、のっしりにいる、たまにいる動物なので、ぜひ見かけたら使ってみてください。今週末の予定です。今週末は、トップカントリーグではなくて、横浜市民大会の2回戦、が土曜日に開催されます。あとはユースの K3 15の高窓、15の A のリーグ戦、ダビデの試合、あと 13A のリーグ戦もありますね。はい、今週もいっぱい試合があるので、ぜひ会場で応援お願いします。今回のエスペランサ TV はここまでです。また来週も見てください。さよなら。